久保さん、この唐沢慎吾にしましょうか。南の帝王、唐沢慎吾のね、あれがいいんですよ。これね、南の帝王シリーズで、その長編があるんですよ。5作ぐらいな、続いてるやつがあって、それに唐沢慎吾さんが出てきて、最初その、なんか車、最初の入り口は車なんかやって磨いてたのかな。で、なんか竹内力に、なんか弟子にしてくれ、みたいな。で、まあ、こう弟子になっていくんだけども、2話目か3話目でその唐沢慎吾がこの刺されるんですよ。はいみたいな。でそう復讐していくっていうやつがあるんですけど、それ面白いんですよ、うん、でその後今度唐沢慎吾さんが引退して、その後もう一人メガネのこの新しい射程みたいな、この新しい射程が、この人名前なんだっけな、達也さんが出てきて、で達也さんとこの唐沢慎吾さんがこうやり合うっていう、ととあれ土地だったかな、土地かなんかで、なんか、うん、まあだから脇役っていうのはね、やっぱ役者を引き立てさせるというか、うん、だから僕が、まあ久保さんもそうですけど、僕も、うん、まあ南の帝王みたいな感じなんですよ。何かっていうと、その主人公はいるんだけども、結局その主人公の周りにいる人たちが主人公を作ってるというか、だから速稼塾も久保さんはいるんだけども、じゃあ速稼塾を構成しているのは結局お客さんなんですよ。だから結局主役はお客さんみたいな。わかります？だからまあ表上では主役は竹内力なんだけども、実はその主役を作ってるのは脇役なんですね。でもこれ一般的には脇役というその名目なんだけども、脇役が主人公なんですよ。うん。で、この脇役の主人公がいなかったら、この表の主人公は結局脇役になるっていうね。まあ、どっちが脇役なのか分かんないですけどね。ただその映像の台本だったりとか、その見せ方はそうなってるだけであって、全部の構成してるのは結局その脇役がいるからなんですよね、うん。だから僕もビジネスができるのも、お客さんがいるからビジネスができて、一人で飯食ってますけど、一人でこう自由にやってるけれども、その自由にやれてる僕の人生を、こう成り立ってるのは、なお客さんがいるからと。だからお客さんが主人公なんですよね。だからドリアカも、塾生さんが稼いでなかったら、ドリアカの価値は上がんないし。ドリアカに入って人生が変わりましたっていう人が出てきてるから、ドリアカの価値は上がるし。ドリアカに入っても誰一人人生変えてません。それ多分無理ですね。無理。うん。だからね、脇役大事ですよ。うん。だから僕からなんだろうな、イメージとしては、僕を見てる人は僕が主人公だと思ってるけれども、僕は主人公ではないという考え方ですよね。うん。まあだから両方持ってるし、まあもちろん自分を生きてるっていうところはあるんだけども、両方の考え方が、対立してるというか、両方持ってるっていう感じですかね。うん。だからもし久保さんもそういう考え方がないんだったら、多分脇役の名前はね、こう、は出ないと思うんですよ。南の帝王、竹内力で終わりですよね。うん。梅子もいいっすよね、梅子。梅子ね、いいっすね、梅子もね。梅子も結構出てきますよね。やっぱ南の帝王いいっすね。また見たくなりました、南の帝王。あ、もうかなり見ましたけどね、南の帝王、本当に。しかも勉強にもなるんですよね、なんか本当に。うん。まああとね、南の帝王だったら、まあ次出てくるかもしれないですけど、その親分みたいなね、いるわけですよ、親分っていうか、名前なんでしたっけ、南の帝王のヤクザ
ヤクザの、あの人。このね、ヤクザのこの、南の帝王のこのヤクザの帝王の、ヤクザのこの、この人もいい役なんですよ。この二人いるんですけど、ヤクザのこの役の。これもね、いいですよ。そう。まあ、あの、二人いるんですよ。いいっすよね。そう、なんかそのヤクザなんだけど、ゲンちゃんみたいなね、ゲンちゃんちょっとなんか儲かる話ないんかいみたいな、ね、ゲンちゃんみたいな。であとね、そのね、すげえ恐竜、そのギンちゃんのために、そのヤクザがね、ギンちゃんのためだっつってね、なんかその手下でこうさ、なんか人を探すときとかも、なんかそのこうすごい動くんですよ、ヤクザが。みんな探し回るとかね、人をさ、なんかほんとね、南の帝王ってね、すごいっすよね、考えると。もういろいろこのなんかね、もう竹内力も合ってんだけども、なんすかね、この出てくる役者がもうすごい、この配置がめちゃくちゃいいっすよね。合ってんすよ。だからなんすかね、この役。すごいっすよね。はい。いってらっしゃい。